こえてるんですかね。電波はね、え、まだ聞こえない。お、どうどう？どうですか？オッケー。やっほー。ちょっとだけなんですけどしたいと思います。ちょっとだけ。ちょっとってどのくらいって思うんですけど、40分くらいかな、まで。最近 iPad の調子が悪いんですよ。服かわいいなって。いや、ただの白だよ。ただの白だ。ちょっとね、え、あ、いつもこの画角ですね。だっていつもじゃないよ。いつもは電子レンジのとこでやって。春休み、そう、今春休みなの。絶賛なので。そう、でも大学は課題とかねないからさ。弟くん元気だって。あ、めっちゃ元気だよ。うざいくらい。でも、もう1ヶ月ぐらいで始まっちゃうけどね。大学生を、大学生さん、切り抜き面白いですね。だって何見たんですか、ちなみに。え、ちょっと待って、私まだ着替えてないんだよね。そう、なんかあの、う、き、着替え、上しか着替えてないので、今この上しか着替えてないっていうのはちょっとあまりよろしくない。君見て好きになりましたって。ありがとうございます。ありがとうございますなのかわかんない。いや、ありがとうございますか。さっき興味本位で YouTube に浮かれの子で検索したら君の気がめちゃくちゃ出てきたって。マジ、何、なんでそんな変なこと言ってたか。
はどこか行くんですが、今日はある人に会います。誰でしょう。ちょっとなので、ね、一瞬着替えていい？一瞬だけ。でもちょっと怖いな、この今のこの状況。一回ちょっと もしかしてすっぴんですか？だって、いやいや、すっぴんなわけないでしょ、この感じで。そう、オッケー。じゃあちょっとこれで40分何がちょっとだけなのって絶対勘違いしてるでしょ、その感じ。絶対勘違いしてるでしょ。うん。あ、待って、嘘ついてないもん。45万でしょ。絶対ちょっとだけってそういう意味、違う意味で考えてるでしょ。切り抜きが来たぜでしたって、ありがとうございます。見てるとピンクな気持ちになる。どういうこと？じゃあちょっとだけ、どういうこと？ね、本当に嫌だ。カルピス好きだって。そう、私カルピスしか飲まないかも。でも薄いカルピスは好きじゃないな。なんか たまにさ、お店によってさ、濃いカルピスと薄いカルピスがあるじゃない。だからなんか原液、白いやつ、あれをさ、多く、多い方が好きだから、濃いめが好きです。え、待って、もう何も言えないやん。じゃあ私何も言えなくない？え、ちょっと待って、違う、何も言えないんですけど、カルビスの話だよね。え、もうさ、できないやん、こんなん。カルビスなんて家で作ることあるんだって。え、うん、家でめっちゃ作ってたよ前は。違う話よ。じゃあ、そうだな。
最近何があったかな。最近何があったかな。やばいですこの人たち、この人たちやばいです、助けてください。現役をかき氷にかけて食べたりました。マジ？そういうことか。あ、カルピスかき氷ってこと？練乳は好きです。いちごにいちごに練乳をかけて食べるのが好き。普段3時のやつは食べますか？食べないです。氷だからちょうどよく、あ、確かに。じゃあもうカルピス飲んでるみたいな。このルーム治安悪いのって言われて食べたい。私も食べたい。本当にさ、やばいから。本当によく。なんかこの切り抜きが知り合いにも。流れてんですよ。よくないです。だからよくないよね。だってさ、普段さ、ね、大学の人とかに見られたらマジで終わりです。本当に。だって大学でさ、こんなんじゃないからね、私。本当にやばいんです。だからお願いお願い。大学ではどんなキャラだっけ。だって大学ではなんかもう陰キャです。みたいな。だって友達3人だよ。でこんな父さん3人の前ではさらけ出してるけど、大学だとあんま喋んないの。喋んないよ。皮をかぶるなって。猫かぶるのでしょ。大学のランチはぼっちになってよ。3人だから4人で食べてるかな。猫猫かぶってます。
猫の写真いいね、だって。どういうこと、猫の写真いいね。猫大好き犬も大好き。また猫の写真あげて、だって。私猫の写真あげたって。ああ、コスプレのやつね。ニヤニヤしたらアウトだって。いや、ニヤニヤしてないしね、ちなみに。ちょっと待って、もうね、やばいやばい、あと、おっと、もうやばい、やばいぞこの感じ。755って見た方がいいですか、だって。そうだね、755は。でもまあ、どっちでもいいですって、いいと思います。なんか結構使うツールではあるけど、私的に。755とツイッターはどう使われてるの、だって。ツイッターね、私ね、あんまりね、更新できてないんですけど、何を載せようっていう。755はもう何でも載せちゃうところ、何でも載せちゃう。昼から血は悪いだって。まあ、お昼からそういう気持ちになっちゃうんですよね。わかりますよ。はい、わかりますよ。わかるんです。わ、いや、ちょっとわかる。ちょっと間違えちゃった。そう、ツイッター、インスタでコメント募集したら、ね、ほったらかしでしょ。いや違う、なんか思った以上に来たんですね。で、最近インスタのフォロワーさんも増えて、なんか思った以上に来たんですね。そう、ありがたいですけど、ありがとうございますっていうこと。てか、私大学の単位を全部取れているかっていうのが今一番不安なんですね。やばい、どんな質問だったかというと、まあ結構切り抜きがありましたみたいな人がめっちゃ多かったです。切り抜きがありましたみたいな。夜配信しますか、だってしたいなって思ってるよ。大学行くなんてそういうとこも賢いんですねって。はい、そうです、賢いです。やばい DM たくさん送られてそうだって。え、てかライフ行ったのに何寿司なかったよって言われちゃった。そんなの嘘だって思うんだけど。本当になかったみたい。切り抜かれるために意識してることだって。意識してないわ絶対意識してないわ。最近逆上がり公園よく行くようになってから気になってます。話してください。あとね、話し会も始まるのでね、もう絶対来た方がいいよ。
今この土地に。稲荷寿司の切り抜き見ました。稲荷寿司の切り抜き、どんなんだよそれ。怖いよ、何も言ってない。でもみんなにも食べてもらいたいんです、稲荷寿司。インスタもね、2000人くらい増えたんですよ。ツイッターもね、増えたんですよ。切り抜き効果ってすごいんですね。でも怖いですね。だって私のどんな、じゃあ一回さ、うん、いや、やめとこう。なんて調べた、奥原日奈子って調べたら出てくるの。でも怖い。そんななんかやばいこと言ってた。会いたいけどどんな話すればいいのか分かんない。そうですよね、どういう、何が、もしかして、そうだな、何でもいいんですよ、本当に。私何でも OK。 調べない方がいいだって。分かった、じゃあ調べない。切り抜きガチで一回も見たことない。いや、さすがに見ない。だってさ、こんなん言っててさ、見ないよそんなの。怖いじゃん、何言ってるか。怖いです本当に。でもまあ、でも特に変なこと言ってないんで今日は。ホグワーツってなに？あれ？ハリーポッター？お話し会って握手できないんじゃないかな。ね、まだ無理だよね。ハリーポッター好きなのって。うん、一皮むけたな、ひなこだって。ありがとうございます。可愛くなったってことですか。可愛くなったってことですか。PS5 持ってるの？だって持ってるよ。PS5 でずっとぷよぷよしてたの。うん。丸いものが好きなの？だって。あ、大好きです。丸いものでしょ。まあ大体私がね、丸いからね。
千織さんによく言われるんだよ、丸が丸持ってるって。猫の鳴き声してないんです、してないよ、やめて、怖い。チーズボール大好きだから、オンラインの画面越しも可愛かったです、だって嬉しい。犬派ですか猫派ですか、どっちも好きなんですけど、どっちも好きだけど、どっちも好きだけど犬派です。じゃあちょっとそろそろお時間なのでランキング読みますね。13位熊代さんありがとうございます。12位ズーシミケンスケさんありがとうございます。11位ユタカさんありがとうございます。10位シロさんありがとうございます。9位フーアットマークミサキさんありがとうございます。8位ホタル、ホタルイカゆでみさんありがとうございます。7位アディウィジャヤさんありがとうございます。6位にゃこさんありがとうございます。5位まぼろしさんありがとうございます。4位ゆきたんありがとうございます。3位ダブルワットマークのこいさんありがとうございます。2位マーボーさんありがとうございます。そして1位はペロペロチューノさんでした。ありがとうございます。ペロペロチューノさんありがとうございます。うん、本当にちょっとしかできなかったんですけど、夜ももしかしたらするかもしれないです。すいません、ちょっと私ゲリラで始めることが多いんですけど、夜は多分もっとすごいなと。どういうことだよどういうことだよ。それではバイバーイ、また夜ね、夜ね、きっときっと夜、あれバイバーイ、じゃあねー。